はい、最後数用中ガナベラ三神伝道師マイチンこと前田明やいびえあり今日三神じゃないやんね。面白い楽器弾いてみました。なんと、ウクレレとバンジョーが一緒になったような楽器でございます。不思議なっていうか面白い、いろんな楽器ありますね、世界はね、すごい。早速、手にしましてですね、ちょっと弾いてみたんですけども、いい感じですね、結構ね。なんだろうこれね、新しい、命ですねこれね。音っていうのはすごく、申し遅れましたが、私は、音色研究家でもありますね。そして、一生懸命いろんな音色、楽器の音色、もうとにかくあらゆる音色、すごく心にフィットする、魂にフィットするような音色をですね、ずっと、いろいろと研究をしてですね、いるところでございます。その中で出会ったこの、なんと面白い、やっぱりこう面白い楽しいっていうのはやっぱり音楽はキーワードじゃないかなと思うんですよね。ということでね、今日はちょっとあの四万十の宝をですね、このこれなんて言うんだろう、ウクレレとバンジョー、なんていう楽器だったんだろう、まあなんか名前はついてるみたいなんですけども、アメリカ生まれの、ウクレレとバンジョーが一緒になったような楽器ですね。こういう感じ、こういう感じでねあります。非常にシンプルなんですね。裏の方は、こういう感じで、あるんですけどもね、本当にもうシンプルなんですけども、なんかすごいいい感じの、一つはですね、私興味持ったのは、三線とこのバンジョーっていうのは音色が似てるんですよ。本当に例えば、音響を通してこう CD とかにですね、バンジョーが、この単音で弾いてる、音色はですね、三線と、変わらないような癒しがあったりですね、なんかそういう音色があるんですよ。皆さんはどういうふうに、聞こえるでしょうか。ということでね、今日はこの、まだなんか日本には、あまり入っていない、聞くところによると3本しかない、その中の1本なんですかねこれね。すごい、これからもしかしたらブレイクするかもしれないですね。いい感じですよね。沖縄に会いに来いということで、これでまた、練習してみたいと思います。多くのですね、沖縄に恋をした、方たちが、たくさんたくさん、これから来ると思うんですね。あと再来年ぐらいですか、那覇空港もあと1本、滑走路ができますからね。すごい、また、多分価格も安くなって、沖縄に来やすくなるんじゃないかなと思います。その中でこの、
曲が空港に流れるかもよということでね、今日はウクレレとバンジョーの、なんて言うんだろう、合わさったような楽器を、チコッと、紹介してみました。アンシェまたやさい。